こんにちは、かっちゃんです。キーニャということで、今日は先日インスタグラムで見かけたんですけど、よくインスタグラム見させていただいてるムーさんっていう方のチーズキーマカレーってやつがすごく美味しそうで、他にも結構写真たくさん上がっててすごく人気があるみたいなんですけど、今日は夏にたくさん取れる夏野菜をたっぷり使って、夏野菜たっぷりチーズキーマカレーを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。トマトのヘタを取り、炒めた時に崩しやすいように少し大きめに角切りし、ニンニクと生姜をみじん切りします。玉ねぎ、人参、ピーマン、ナス、ズッキーニを3ミリ角程度の細かめに角切りしていきます。野菜を切り終えたら、温めたフライパンに油を引いて、ニンニクと生姜から香りが出てくるまで炒めていきます。ニンニクと生姜から香りが出てきたら、牛豚合いびき肉 150g を加え、ひき肉をほぐしながら炒めていきます。ひき肉に火が通ってそぼろ状になってきたら、切っておいた野菜をすべて加え、トマトをこういうヘラなどで潰しながら野菜を炒めていきます。野菜全体をしんなりして、野菜から水分が出てきたら、ケチャップ大さじ3、カレー粉大さじ1と1/2、濃い口ソース大さじ2、粒子コンソメ小さじ1、塩コショウ少々を加え、調味料をあえて水分を飛ばしながら具材を炒めていきます。うん、ナマステ。マノテさん食べる？おいしいやろ。ほぼ野菜。はい、では今こんな感じでしっかり水分が飛んだら完成です。ちょっと味が薄いなって感じたりしたら、塩コショウ足して味を整えてください。では夏野菜のキーマカレーが出来上がったので、鍋にミックスチーズ 100g を加え、片栗粉小さじ2を加え、チーズに片栗粉をまぶしたら、牛乳 120g を弱火で加熱しながら少しずつ加え、チーズを溶かし合わせていきます。はい、では今こんな感じに上からとろっとかけれるようなチーズソースが出来上がったので、少し平らなお椀にご飯をよそったら、そやお皿にご飯をのせたら、少しね上から押さえて平らにして、上に作った夏野菜キーマカレーをのせていきます。ではカレーをのせたら、最後少し中心に卵を落とすので、中央部分をへこましておきます。
カレーとご飯を盛り付けたら、作っておいたチーズソースを火にかけて柔らかくしたら、上からかけていきます。でもチーズをのせたら、中心に卵黄をのせて、周りに刻んだパセリをパラパラと散らしていきます。 OK。 はい、ではこんな感じでチーズとローリ夏野菜のチーズキーマカレーの完成です。はい、では今回は夏野菜をたっぷり使いながら、インスタで見て美味しそうだったチーズキーマカレーを作ってみました。それでは本日はパインチューハイで乾杯。乾杯。くー、ハイサイ。じゃあ早速いただきましょう。インスタで見てめちゃめちゃチーズキーマカレー美味しそうだったんですけど、今回ちょっとねチーズを増量した感じに、プラス夏野菜をたっぷり使って作ってみました。一番ねいいとこいただきましょう。卵黄&チーズソース。チーズー、あ、うまい。キーマカレーなんですけど、このたっぷりかけたチーズソースがほんとグラタンのような感じの味わいで、上に乗せた卵黄がチーズソースによりコクを出してくれて、とろっと濃厚ですごく美味しい味に仕上がってます。で、カレーの部分もすごく少量の調味料でできて、まあ、今が旬の夏野菜をたっぷり入れることによって、野菜の旨味がギュッと詰まったカレーに仕上がってます。ほんとこのチーズソースとカレーとご飯がよく合ってて、ちょっとカレードリアみたいな感じですね。で、ほんとひき肉すごく少量で、ほとんど野菜でできてるカレーなので、チーズ結構ねカロリーあるかなとか心配になる方でも、すごくヘルシーに食べられるキーマカレーに仕上がってると思います。で、夏野菜はしっかり細かく刻むことで火が通りやすくなるので、ご飯の上に乗せるときに固まりやすくなるので、乗せやすく作れると思います。で、ちょっと今回ねカレーがだいたい4人分とかあると思うんで、まあ、チーズソースが多分2人前くらいの量になると思うんで、ちょっと余ったりしたら作り置きしたりしてみてください。カレーの部分は本当野菜の甘みが出てますし、まあ、カレー粉使って辛みになるようなチリパウダーとか入れてないの で、かつこのチーズソースを全体がクリーミーにしてくれてるので、辛さが苦手な方とか小さなお子さんでも食べられる味付けになってます。結構ねもうちょっとスパイス効かせてもいいかなくらい、結構ね辛さは控えめな味付けになってます。はい、ということで今日は夏野菜たっぷりチーズキーマカレーを作ってみた動画でした。旬の夏野菜をたっぷりと使って、うまさや甘さがしっかりと出たカレーと、とろっととろけるチーズソースと、上にのせた卵黄がドリアのような濃厚な味わいがすごく美味しいレシピだと思います。東京とかの方にもすごくね人気のお店なんかあるみたいで、インスタとかでね検索すると結構出てくるので、気になる方自宅で作ってみたり、お店に食べに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイキーマ。ほとんど野菜でノンカロリー。